はいどうもこんにちは、アスロプロ YouTuber のキツネです。今回は前回の動画の最後に話した朝一以外の美味しい時間っていう話をしようかと思います。まあ美味しい時間っていうのもちょっと違うんですけど、まあ、ただ一応言っておきますけど、出禁リスクがない店でのリセ狩りに勝てることはないです。もうそこは間違いなく今一番美味しい立ち回りなんですけど、まあ、正直一概にそうじゃないっていう話ですかね。まあ、やっぱり朝一でも出禁リスクがあれば機械割りが高い順番に台を打っていけるかって言えばそういうわけでもないんで、まあその辺の解析をしっかりしていきたいかなと思います。では本題に入ります。まずは朝一リセ狩りがなんで美味しいのかっていうと、まあ、冒頭でも話しましたけど、出禁リスクさえなければ 120% 以上の期待値を詰める。で2つ目が徘徊しなくても台があるっていう、この2点なんですよね。ただこれが出禁リスクのある店だとカニ歩き系の台はできなくなるんで、もう座れる台って言えば、まあ、千葉リオ、麻雀物語、鬼浜、まあこの辺りになってくるんですけど、まあ機械割りも 107-109% ぐらいの台を徘徊なしで座れるってなるのは確かに美味しいんですよ。でもまあこの辺の機械割りとか台っていうのは現実的にハイエナで立ち回ってても拾えるレベルっていうことになってきます。でまあ僕が言う今回の美味しい時間帯っていうのは朝2ですね。この朝2って何時っていう感じなんですけど、時間帯で言うと朝の11時半ぐらいから2時ぐらいまでですかね。立ち上がりが悪い店やと昼の1時から夕方の4時ぐらいでも全然座れたりします。だから朝2とは言ってますけど、これはなんていうか狙い方の名称っていう感じで、もう夕方ぐらいになってもこの朝2の台を座れて助かってることも多いかなと思います。なので朝2っていうのは時間帯とかそういうことより狙い方の名称っていう感じですかね。自分も最近夜までサブチャンネルで麻雀とかやってるから朝起きれてなくてリセ狩り行けてないんですけど、昼の1時とか2時とかに稼働に行ってこの朝2の台を狙ってるっていう感じですかね。この朝2の台がどういう台かというと、リセ恩恵はあるけど朝1からは座れないで少し回ったら座れる台のことですね。これがめちゃくちゃ美味しいです。まあ、例えば具体的な機種で言えばもういっぱいあって全部は紹介できないんですけど、最近で言えば例えば獣フレンズとか、この台リセ恩恵はあるんですけど一周決めからツッパーきつくて、でも一周決め終わって捨てられてる台があったらその台はそのまま打てるかなっていうぐらいの期待値になってるんですよ。まあ詳しい期待値はいくらっていうのはつむつむさんの有料ノートの話になるんで言えないんですけど、気になる人は買って調べてみてください。こういうので期待値は僕は言えないんで、有料ノートを買って期待値を見て台の優先順位とかを決めたらいいかなって思います。まあ、とりあえず獣の一周気抜けは普通に打てるラインかなっていう感じですね。他にもこういう台っていっぱいありますよね。まあ、例えば麻雀物語、これも朝一狙えて128ゲームやめの台が多いんですけど170ぐらいまで回れば打てるとか、まあ、他にも一部紹介すると、まあ、アラジンのリセット仮天井狙い、まあ、この台はリセットなんかちょっと甘くなるらしくて液晶で190ゲームぐらいから311を狙うっていう感じですかね。であと海物語祭りとかも祭りアイコンありの場合50ゲームから、まあ、なしの場合100ゲームぐらいから、まあ、この台で言ったらリセット完全に判断つかないんで、まあ、なしの場合もうちょっと深くてもいいかなとは思いますけど、まあ、あとツインパとか110ゲームから、まあ、ゴッド乙女で言うたら130とか、徹夜で言うたら200ゲームとか、まあ本当上げ出したらキリがない、もう銭形とかもいっぱいあるんですけど、こんな感じで本当いっぱいあるんで、逆に多すぎるから、まあ、そういうのをちゃんとメモ帳とかに書いておいて店の中ですぐ見れるようにしておけばもう素早い判断ができるかなと思います。まあ素早いって言ってもちょっと大げさですけどね。じゃあ暗記しろよってなりますから、僕も全然暗記はできてないです。だからスプレッドシートとかに書いて携帯からホールの中ですぐ見れるようにしてるっていう感じですかね。まああと最近多いのはリセット恩恵ってことでもないんですけど番長ゼロですかね。まあこれは朝一の恩恵ってよりゼロモード狙いなんですけど、朝は結構中途半端なとこで捨てられてる台が多いです。なのでこの辺の台を調べておけば朝2の時間に店に行けば脳徘徊でも結構美味しい台を座れることが多くて、もうなんやったら千葉リオ麻雀鬼浜ぐらいのリセット期待値なら別に朝2でもそれのぐらいの台は座れたり、なんやったらもっと美味しい台も座れることが多いんで、僕みたいに、まあ、朝ちょっと弱くて起きれないとかちょっと寝坊してしまうとか、まあ最悪朝仕事があって朝は行けないっていう場合もじゃあ休むとか夕方からにするかとかじゃなくて、まあ12時ぐらいにでも朝2の台を狙いに行くっていうのは全然美味しいかなって思います。ただこの狙い方には、まあ、リスクというか注意点がありまして、それは本当にリセットされていたのかっていう判断ができないことがあります。
まあ、例えば番長で言えばオーラまとっちゃいますし、海に関して言えば有利ランプすらないので、祭りアイコンがない台で言えばもうめっちゃ怖いですよね。まあ、そこが朝2台の怖いところなんで、まあ、最悪酔い腰で天井狙いもできるみたいな保険がある場合がベストなんですけど、まあ今の時代前日の闇時がそんな中途半端なゲーム数ってことはなかなかないので、その店が前リセしてくれる店なのかどうかっていうのを前もって調べておく必要があるっていう感じですかね。でこの前リセの判断っていうのも注意点があるんですけど、最近結構気軽に自分の店前リセやからみたいな言ってる人が多かったりするんですけど、有利ランプとかで気軽にリセ判できる台が全部リセットされてるからって言って他の台も全部リセットされてて前リセの店って判断するのはちょっと危ないかなと思います。例えば他の外部から見分けがつく台とか、まあ朝一の挙動だけでリセットって分かる台は全部リセットしてるんですけど、まあ他の通常時消灯タイプの台とかでもこの状態でリセットせえへんかってもバレへんなっていう台は3割ぐらいとか、もうなんやったらそのままリセットしないみたいな店も結構多かったりするんで、リセット判別が朝一に効く台を全リセの店やからって言ってリセットされてると思うのはちょっと危ないかなと思います。なのでまあ認識としては全リセの店とリセット判別が効く台、全台リセットの店っていうのは一応分かれてるって思った方がいいっていう感じですかね。まあ、そもそもで全台据え置きとかの店もあるんで、一応有利ランプで効くゼロ回転の台とかを見に行ったりで有利ランプ消えてるかどうかとか見たりして判断するのがいいかなとは思いますけど、まあほんと意外とバレへん台はリセットをサボってるみたいな店も多いってことですね。まあとはいえ判断がついた場合、朝1も美味しいけど朝2の台も美味しいっていう感じです。で初めに言いましたけど朝2って言ってるだけで、最近の稼働状況的にバラ台とかも夕方とか夜とかにこの朝2の台を座れることも多いので、しっかり調べておいた方がいいと思います。兼業の方で自分は夕方稼働やからリセット台のチェックはしなくていいやって思ってる人も、もう一回この朝2の台のチェックをし直すのはいいかなって思います。まあ本当店によっては夜とかにでも座ってるん結構多いですからね。まああと一応動画のタイトル的に美味しい時間帯っていう話なんで、夜の8時半から9時半とかも、まあ、最後の1台結構気軽に拾えたりしますね。まあ、ただ最近の台は閉店減算も考えないといけない台もちょっとずつ増えてきたので、その辺を時間を攻めるときは少し気をつけて立ち回りましょう。もう千葉リオとかで言えば有利区間切れた後もフォローしなあかんっていう感じで打たないとダメだし、まあ置き時とかでも結構有利天井まで引っ張られたら時間かかると思うんで、1時間800回転って思ってどれぐらい取り切れるかみたいなのを軽く頭で考えて打った方がいいですかね。最後連チャン取り切れずみたいな人も結構多いんで、以上が朝一リセ台以外の美味しい時間帯と台の話でした。今回の話をまとめるとこちら。まあもちろん当たり前にチェックできてた人も多いと思いますけど、それでもやっぱり自分で稼働してて朝2の台が結構拾えるってことは、まあまだまだ狙ってる人とかメイン機種の話は知ってても朝から狙えないようなリセ恩恵の台は記憶から消去してる人も多いっていう感じなんで、まあ自分もそうですけど、もちろん暗記はしなくてもいいんで、まあ、メモ帳とかにまとめておけば便利かなと思います。 Twitter で動画の更新情報や動画で言い忘れがあった時の補足情報とか、まあ、スペースとかもたまにしたりでみんなでワイワイしてるので、よかったらフォローして気軽に絡んでください。まああと最近サブチャンネルを始めて稼働報告詳細の話とかゲームや投資の話とかもライブでして気軽に遊んでるので、よかったら登録して遊びに来てください。まあ、視聴者参加型の麻雀対戦とかもやってます。この動画が参考になったないいなと思った方はチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。ではでは、バイバイ。